ॐ सहना भवतु सहनो सहनो भुनक्तु सह वीर्यं भुनक्तु करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति 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 हरिः ॐ। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतङ्गमय। आविराभिर्मयेधि रुद्रायत्ते दक्षिणमुखं, तेन माङ्गताहि नित्यम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ।神様、平日在から実在へ導いてください。無知の暗闇から知識の光へ導いてください。死から不死へ導いてください。我々の中にお入りください。あなたの優しい顔で我々を守ってください。オームシャンティシャンティシャンティ、ハリヒオーム。ॐ शान्ति 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 हरिः ॐ।皆さん、おはようございます。ナマステ。どうぞ、三田村さん。はい。おはようございます。おはようございます。前回の話ですけれども、今、マナーについての勉強をしてます。で、ジャグラー、スワプナー、スシュプティ、トゥリアの状態について話をしていますが、参加者がまず講話が終わったら必ずマナーを個人的にして理解を深めてください。2週間、何もしないで講義を受けても理解は難しくなってレベルは上がりませんという話から始まりました。前回は7つのマハラジの質問に対しての答えの話でした。で、簡単にトリグナの超越っていうのはトリグナのサットワになっても堕落する可能性がありますから超越しないといけません。それがトゥリアの状態ですよ。目覚めた状態が本当は夢っていうのが分かるのもトゥリアの状態ですよ。本当に目覚めた状態、ブッダの状態もトゥリアの状態ですよ。で、マーヤを消す、マーヤの存在がなくなるのもトゥリアの状態ですよと。ブッダの状態の時言いました？普通の目覚めたの状態と本当の目覚めたの状態。それありますね。普通の目覚めたの状態は、これ相対的です。絶対的な目覚めたもの、目覚めたの状態はお釈迦様です。ね、これも区別した方がいいね。そうですね。どうぞ。で、マーヤを消す、マーヤの存在がなくなるのもトゥリアの状態。すると、マーヤがいつ入ったのか、マーヤがいつ始まったのかという質問もなくなります。
本当はマーヤはなかったということを理解できます。次に、パンチャク。なかったではない、ないです。ない。ない。はい。僕は前もなかった、今もない、未来も出ない。本当のないです。で、次はパンチャ公社について、アートマンに一番近いアーナンダマヤ公社を超越しないと、アートマンを見ることができませんから、それもトゥリアの状態で、超越できます。次にはシャットチャクラについても、アッギャーナチャクラはとても高い状態ですが、また下がる可能性があります。例えば、パンチョコショはですね、その時、そのこと、例えように説明してもいいかもしれない。パンチョコショは一つずつ鞘ですね、皮。と、例えば、我体ですね。と、冬の時、我々の服の、あれ聞いてますね。その考えてください。本当は中は体です。それの上は軍人。それの上は薄いソエタールですね。それの後はもっと厚い。それの上はシャツ。シャツの上もう一つ、例えばソエタール。それの上コート。一つ一つ外します。外しますと体出ます。それではないですか？と、ポンチョコショは一つずつ外すです。最初は女のマヤコショは一番外のです。ね？外の鞘。それを外してください。それからプラノマヤコショも外してください。モノマヤコショを外してください。ビッギャノマヤコショも外してください。最後にアノンノマヤコショも外せますと、何が出ます？アートマン出ます。それがトリアです。ですね。その意味しますと分かりやすいです。ですね。一つ一つ鞘を外します。みんな古書ですね。古書がカバー、鞘ですから。そして、その意味した方がもっと分かりやすいかもしれないですね。どうぞ。はい、次、私たちの本性を悟るのはどうしてできますかという、私たちがどのようにしたらサチダーナンダの状態になりますか。それもトゥリーヤの状態に入ると私たちは本性を理解できます。で、次に、パタンジャリのヨーガスートラの中の心の波。トリアの状態に入ると、心の意識、潜在意識、すべての波がなくなります。瞑想する人、瞑想の対象はラフマンと一つになります。これがトゥーリアの状態です。別の言い方をすると、ニルビカルパサマーディがトゥーリアの状態です。これ私は、の説の考えで、はい。ニルビージョサマーリ。ね、ニルビージョ。いいじゃん。うん。ビージョは種。種が欲望です。ニルビージョが何ですか？種は絶対ないです。そして植物を植えてもそのね、植物出ないでしょ？もし種はないと植物出ないです。そしてビージョはそのニルビージョサマーディの結果で、すべての欲望の、例えば何ですか？これ、種はなくなります。それがニルビージョサマーディの本当言葉の意味です。ですね。これとニルビコロサマーディと一緒です。で、次、バクティヨーガでも、バクター、バクティ、バガバーンが一つになります。これが、パーラーバクティ。これも、トゥーリアの状態と同じです。一緒ですね。はい。霊的な実践の目的、トゥーリアの状態に入ること。最高の状態も、トゥーリアの状態に入ること。最高の結果も、トゥーリアの状態です。トゥーリアの状態に入ると、永遠の至福、存在、知識、無限の状態になります。いろいろなヨーガの種類、いろんなヨーガの種類、修行方法の結果はすべて本当は同じですよということでした。
例えば、バグバッドギター、ね、18章、みんなヨガでしょ。アリジナ・ビシャード・ヨガ、カルマ・ヨガ、ギャナ・ヨガ、ね、グナトラ・ビバーガ・ヨガ、クシクトラ・シェクトラ・ギャン・ビバーガ・ヨガ、ね、それから、グナティタ・グごらんくださナトラ・ビバーガ・ヨガ、それで、ドイバーソラ・サンパテ・ビバーガ・ヨガ、それで、何が最後は、モクショ・ヨガ。みんな、それから別のヨガもあなた今出てますね。例えば、ラヤヨガ、ハタヨガ、マントラヨガ、ね、いっぱいヨガあります。ですね。レムヨガ。ですけど、ハタヨガ、まあね、ハタヨガは、これビッグランゴーさんのハタヨガを考えないでください。そのイメージでないでください。これがハタヨガですね。それ本当のヨガは霊的なヨガではないんです。それを誤解しないでくださいね。霊的なヨガです。どうぞ。それで、じゃあ、トゥリアの意味っていうのは何ですか？一つの意味は4番目。二つ目が最後。で、三つ目が最高っていう意味があります。その語源はサンスクリット語でチャトゥール、4番目という意味ですけども、そのチャトゥールのトゥールとイヤーを合わせてトゥリアになりました。で、マンドキャ・ウパニシャッドの中に、ジャグラットはオームの A、スワープナーはウー、スシュプティはムーということで、トゥーリアは全部合わせたオームが言葉のシンボルですよ。そこまでが今日、この前の話でした。以上です。どうですか、皆さん、大体理解できましたか？皆さん、ちょっと、これ、勉強の後、もう一回見ました？勉強、メモしたもの、そのまま、また一週間ぐらい、また気を開けてますか？それで、そうしないと、三田村さんとそうしないといけないですから、で、もなさん、みなさん、三田村さんが、これが、宿題ですからね、しないといけないですから、した他くなくてもしないといけない。ですけれども、プレッシャーがなくても、皆さん、した方がいいじゃないですか。そうしないと、馬の耳に、何？から、念念仏、仏。念仏になりますね。皆さんによく知ってますね、そのことわざ。何？馬の耳に面念仏、念仏。仏。何が意味がなくなりますね。それで、二つ直したいものありますね。前の話。一つは、これ、ビシュッドチャクラとアッガーチャクラありますね。チャクラ、ショットチャクラ。と、ビシュッドは喉の場所です。アッガーはおでこ。この場所がアッガーチャクラです。ね、その上はサハスラーラです。それ一つ。多分私ちょっと逆します。もう一つは、これ、前言いました、アナンドマヨコーショ。まあでも、ついても、例えば、上がってもレベル。その後も堕落するの可能性あります、いましたね。ですけれども、ラムクリシュナの諸外の中に、スラムクシュ言ってます。それではない。アノンノマコーショまでもし上がりますと、その後堕落することができないんです。もちろん、悟る、最高の悟るまだですけれども、その場所にもし心は、上がりますと、その後、堕落することができないです。その下からも、もしレベル、チョクロから堕落する可能性ありますけれども、アノンノはチョクロにもし着きますと、そこから堕落するはできません。これ2つがカレクションですね。直す。だから、今、アーナンダマヤ校舎なのか、アーナンダマヤチャクラなのか、どちら？それがアノンノは交渉です。校舎に入ると落ちないってこアノンノは交渉まで、あ、例えば、ちょっと待ってください。それで、ちょっと待ってね。
チョクロ、すみません。チョクロです。アッガチョクロですね。アッガチョクロ、私言いました。これ、アッガチョクロまで行っても、そこから、それが何が堕落するのか可能性ある。そうです、すみません。チョクロです。ですけれども、スラム主義ことはそれではない。もしアッガチョクロまで心はもし上がりますと、で、その場所から、これ誰すんの可能性ないです。それの前まで誰すんの可能性あります。それ一つ。もう一つは、リアルとアンリアル。ね、これは、一つ意味は、実在と非実在。一つ意味。もう一つは、本当のもの。例えば、認識したものとは、これが、イメージ。それ、イメージがアンリアル。ですね。例えば、認識したもの、あ、認識し、し、認識、認識し、認識してない。例えば、どのように、例えば、どのように、例えば、イメージ出ますか？例えば建物ですね。で、建物を認識したものですね。本当に認識して本当に存在あります。ですけれども、時々空に、例えば雲出ますね。と、雲のといろいろ光たた太陽の熱気で、ちょっと時々空に一つ建物ある。そのイメージの出ること、ある可能性ありますね。ね、いろいろ雲のいろいろ形で、ライで、いろいろイメージの出ることあります。で、本当は、これ、本当の建物、本当認識したもの建物と、それ、印象だけですね。その可能性ありますでしょ？印象、例えばこれを見て、ちょっと印象出ました。で、本当は空に建物できないですね。ね。で、それも一つ、リアル・アンリアルの前後関係で、その言葉を使うの可能性あります。ね。ちょっと何の前後関係で、リアルとアンリアルが何ですか？それはちょっと、時々別々もあります。例えば、建物が本当リアルです。ですけれども、空の中に雲で、印象出てます。向こうでも、たとえ一つ建物見たいです。その建物見たい、本当の建物ではないです。建物見たい。それがアンリアルです。ですね。本当私は、例えば、本当の建物です。それは触るできます。向こうに住むこともできます。その感じで、リアル・アンリアルの前後関係で使うの可能性もあります。森地がレガンプティスのなんか、森地が多いと、砂まあ、漠。砂漠。夜勤も夜勤。はい。で、その意味で、幻、その言葉を使ってますね。幻。で、認識したものと幻。と日本語でその言葉ありますね。幻。本当はものではないです。認識したものないですけど、幻。幻と本当のものを認識したもの。その感じで区別しますと、リアル・アンリアルも前後関係でその言葉を時々使います。そうですね。あ、じゃあ、それでカレクションで、その本当は終わりますね。それから、用の話は、これ、マンドゥック・ウポニシャド。マンドゥック・ウポニシャド前言いましたね。これ、ブリオの説明ありますね。マンドゥク・ウポニシャドの中に、ジャグラ・サプノ・シュスプティ・トゥリオの説明あります。キはトゥリオについてマンドゥク・ウポニシャドの、これ、その言葉を、キは最初は読みます。後で説明します。ね、トゥリオの状態、マンドゥック・ウポニシャドの中に、それを出てます。それが、バースナンバー12です。マンドゥック・ウポニシャドの、バースナンバーではない、本当はアフォリズム。
これ、12。はい、マンドクポニシャドの12。それで、私はサンスクリットで私は説明します。アマートラ、チョトゥルタハ、アビャブハリアハ、プラパンチャ、ウパシャマハ、シーバハ、アドゥァイタ、エバン、オンカーラ、アートマ、エバン、サンギショティ、アートマナ、アトマナン、ヤ、エバン、ウェーダ。ね。それがマンディコポジションの中にあります。と、オマートラ、例えば何ですか？オマートラ意味は、例えば、部分。だって4部分の1部分。ね。その種類、トリオの部分ではないです。部分のものではないです。あれ、いつも言ってません。3分の3分、3分の1部分。4分の2つ。ですけれども、トリオの中にその種類、部分何もなしです。絶対ですから。それが、チャトゥルタハ。第4。どうして、チャトゥルタハ？何ですか？前、ジャグラとありました。第1。スワプナ、第2。それから、スシュプティ、第3。それが第4ですから。そして、チャトゥルタハ使ってますね。それから、アッベアバリハーリオ。それは、プツのものを、俺、使うことできますけれども、そのトリオで、トリオを使うこと、ものではないです。ね。我々、例えば、紙あります。例えば、お皿あります。それ、使うことできますでしょ？ですけれども、トゥリオ、その種類ものではないですから、それ、トゥリオを使うこと何もできないです。それ、アビャブハル。それが、プロパンチャ・ウパシャマ。プロパンチャ何ですか？この宇宙。ね、プロパンチャ。エマヤ、プロパンチャマエ。エマヤ、プロパンチャマエ。え、ね、例えば、エマヤとね。エマヤ、プロパンチャマエ。これ人とても美しい歌あります。エマヤ、プロパンチャマエ。エマヤ、プロパンチャマエ。え、ね、な、パナナプチャジェガ。あ、じゃ、それを、とても、はい。それで、例えばこの宇宙はプロパンチャ、like マジックですね。ほんと幻みたい。ね。この宇宙は幻。ウパシャマなくなります。いいことがありますか？その宇宙はウパシャマがなくなります。プロパンチャ、ウパシャマ。すべての幻はなくなります。ね。プロパンチャ、ウパシャマ。シーバ。シーバは善、幸福、well-being、good、いいもの、善無がシバです。だってそれのシバ神様ありますね。シバの言葉の意味はそうです。good、well-being、ね、いろいろ、シバ。アドゥイタ。アドゥイタなんですか？非二元論ですね。第二はないです。ね、第二はないです。第二はないですが、第三もない、第四もない。ですね。もし、そして、アドゥイタ。二つものはないです。一つ、もしその言葉、一つものあります、いますと、一つその言葉は相対的なこと。一つ出ますと二つ出ます。二つわかる？そのが問題です。一つその言葉使いますと、すぐ二つものは何ですか？その質問出ます。そして一つ言わないです。そして言ってます。ああ、どういった。二つものがないんです。
その種類もの、その種類存在が、あ、ドイトです。わかりますね。non、英語で non dual。これが本当の、それがコンセプト、アイディアの本当の言葉です。もちろん、モニズム。これ、そのことは、ただ一つもの、これの翻訳はありますけれども、英語で。しかも、正しい英語は non dual。ノンモニズム。モニズム、それモニズム意味は一つものです。それが本当の翻訳ではない。本当の翻訳、そのコンセプトのベダントは、ノンデュエル。二つものはないです。で、日本語で結構いいと思います。非二元論的。ありますね。それ正しいと思います。非二元論的。それから、アドイト、エヴァン。それがオムカーロ。そのものは何ですか？オムカーロ。ね。それから、アートモイボ。アートモで、アートモは、魂です。エヴァ、サンビショティ。サンビショティは意味は、マルジェス。一つにする。一つになる。それがマルジンですね。マルジン、いうことわかりますか？二つものは、一つになる。時々一つにする。それがマージン。例えば、the water of the river merges into the water of the ocean. 川の水。海の溝に入って、海に入って、merges。一つになります。川の水の別の存在はなくなります。上陸とロングジョリコルン。何しろいいトルンゴリコ、エグザンプル。わかりました、皆さん。え？と、向こうで、何の川、例えば、荒川の水、あ、また多摩川の水、海に入った後、区別できますか？これが、この部分が、海の底の部分が荒川の水。この部分が、これ、多摩川ですね。これ、神奈川県と東京の真ん中ですね。それが多摩川の水。クエストできますか？できる？どうしてなんか一つになってます。それがマルジンです。英語で。So, the river water merges in the water of ocean. どうですか？イメージできました？同じ。自分のアートマン、ね。個人的なアートマン。宇宙的なアートマン、アートマンと一つになります。わかりました？個人的なアートマンと宇宙的なアートマン。また、サンスクリットでアートマンとブラムマン、ね。宇宙的なアートマンがブラムマンです。それが一つになります。それがトリオの状態です。どうですか？わかりますということ？今、言葉一つ一つで説明して、まあ、全体的な意味は言います。例えば何ですか？このオウムの第4部分ですね。これは宇宙的なアートマンです。それから、このアートマンは何ですか？限度もなし。それが絶対的です。それから非二元論です。非二元論的です。これ全部良いものです。それからもう一つ何ですか？これ、この普通の宇宙はそのトリオの状態、もし出ますと、それが、普通の宇宙は消えます。それから、何ですか？これ、
そうですね。これ、例えば個人的なアートマンは、これ、宇宙的なアートマンにこれ一つになります。個人的なアートマンと宇宙的なアートマンは、両一つのものになります。それは、これトリオの状態の、これ説明が、マンルクウポニシャドの中にそれはありますですね。それから、ロケーションに。今もうちょっと説明します。トリオの状態は何ですか？すべての名前、形、性質、それから行動の超越の状態です。それからこの世界、この宇宙もの超越の状態です。それからこれミクロレベルのことを考えて、これ肉体的な体、生命エネルギー、感覚、心、知性、それが記憶、自我も超越しています。それから、さっき言いました、パンチョ構想の一番、例えば構想、全部構想を外しますと、本当のものは出ます。それがトリオです。もう一つ前言いました、ショットチャクラのも、これ、チョイスの状態です。ショットチャクラをチョイスの状態はそのトリアです。もう一つは、マヤですね。マヤはトリグナで作ってます。マヤですね。それも、マヤもそのトリアの状態に入ります。それをマヤも言えます。それから、純粋な意識です。それは絶対の存在です。絶対の知識です。絶対の至福です。これは自由です。これは無限です。これが永遠です。形もない。性質もない。これが絶対です。それが純粋な意識です。それからそのトリオの状態はどのように言えます？それから先、もちろんいろいろ方を言いますけれども、いろいろヨガと我々は、ほとんどは、例えば、ギャナヨガを我々呼んでますから、勉強してますから、ニッビカルポサマーリ、その言葉を使いますね。ギャナヨガのトリオの状態の入りのために何が、ニッビカルポサマーリが大事です。ニッビカルポサマーリに入りますと、前言いました。これ、前は別々、例えばメディテーター、これ、例えば瞑想する人、メディテーション、瞑想、アブジェクトメディテーション、瞑想の対象、それが一つになります。これは、サンスクリットで私は前、書きました。ディアノ、デイはディアタ、書きました、前。書きましたね。それが一つになります。それから、それで、シャンカラチャリアね、そのトリオの状態に入りますと、個人的で何が経験出ます？それ素晴らしい、これ、説あります。ね、ビベーコチュラーモニの中に、ビベーコチュラーのベダントの説本ですね。とても面白い、わかりやすい。で、とても何ですか、説明もいっぱい。それとても有名ですね。ベダントの本の中に、ビベーカ・チュラーモニ。ビベーカ先ほどの識別の最高のもの。最高のものです。で、チュラーモニ。クレスト・ジュエル。ね。これがクレスト。頭にそれを飾りです。クレスト。その中にジュエルです。それがビベーカ・チュラーモニ。識別のいろいろ聖典の、それがとてもとても素晴らしいものです。ね、その聖典。ビベーコチュラーモニ。
その中に、483、もしあなた持ってますか？ビベカチュラモニある？え？ちょっと手を、ちょっと上げてください。何人、ビベカチュラモニありますか？ OK、ビベカチュラモニ後で、そうですね、あったら、翻訳はあると思います。インターネットで買うことができるかもしれない。ありますね。OK, 483. その中に、サマーディに入りますね。サビカ、ニッビカルパサマーディに入ります。と同じトゥリオの状態一緒ですから、参りましたね。不動産の何の種類経験は出ます。何の種類経験は出ますね。それを、ね、私は言います。コア、ガタン。ゲーノバニタン。プットリナム。イダングジャガット。オドゥーナイバ、アドゥーナイバ、マヤドリシタン、ナスティ、キム、ディシタン、ナスティ、あちゃまってあちゃエナジーだ。イングリーだったんじゃないです。ジャパニーズ。マハダドブタン。とても面白いですね、それで。で、本当は、例えば人は突然、ニッビカルパサマーディに入りますと、サマーディですね。で、二つですね。パタニリオセットの中に瞑想して、瞑想して、瞑想して、して、瞑想の時は、で、最高に、最初はサビージャサマーディ、それ最後にニッビージャサマーディ。瞑想の状態。で、結構前から瞑想している状態にそれ出ます。ディアノヨギのニッビコルパサマディ突然出ます。瞑想の時や瞑想してなくても、突然その経験が出ます。これが面白いです。ね。なぜ、ディアノヨギの先ですね。ディアノヨギの実践がいつも続けてます。で、ラジオヨギは、座って瞑想しますと、本当は、これ実践しているのイメージ出ます。で、その時から、瞑想しています。始めてます。ギャノイギのそれは、始めること何もない。なぜなら、いつも識別してますから。朝起きて、仕事しながら、話しながら、食べながら、旅行ながら、インターネットを見るながら、テレビを見ながら、寝るときも、ずーっと識別します。But then you そdo しnot look at て、the internet. そして、ワン、例えば一つ部分は、ずっともちろん、全部ダメではないでしょ。で、それを識別が、さっき言いますが、ある時間から始めます、そのじゃないです。だって、バクトイ、バクティヨ、バクトイ、バクトイヨ、バクティヨギ。バクトイヨタジ、例えば、礼拝を始めます。参加します。それは、スターティングポイントありますね。今から。で、ちょっと、ジョープと一緒に似てます。ジョープは、バクティヨガのヨポ、ジョープも、これ、ある時からではない。いつも心の一つのジョープが続きます。そのイメージしてください。ね。ジョープの一番理想的な状態なんですが、心の一つ部分は、いつも神様の名前、オムラームクリシノ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 ムラームクリ
もう一つ部分がジョブ続きます。それが理想的なジョブの実践です。同じギャナヨ語の識別も本当一緒です。そしてその、例えば状態に突然にリコール染まりの経験ができます。わかりました？そしてそのことを理解しますと、今ちょっとその説は説明しますと皆さんわかります。どうして私ってのニルビカルボ・サマーディの時何が経験出ます？不動者の。イドン・ジャガット。ね。クワ・ガトン。クワ・ガトン。皆さん、ちょっともしあったら見てください。
わあ、ガタン。どこに行った？ゲノバにいたん。どなた恥をしました？どこになくなりました？ウットリーノムイドンジャガット。このうちは、ね。どなた恥をしました？どなた消えました？どこに恥をしました？アドゥヌイボマヤディシトン、ほんと先、ほんと先この宇宙を見ました。と、突然、いなくなりました。わかる？ほんとの先は宇宙を見ましたけれども、突然、消えました。消えましたからその質問出てます。どなたを消えました？どこに行った？だって、この、一つのものについてたらこれありますね。で、このあるものだと本ですね。で、そのイメージだと、それこれ宇宙のイメージですね。で、もしその可能性ありますでしょ。で、この本がこっちではないと別の場所にあります。で、例えば私は他の人、可能性ありますよ。他の人は、教会の別の例えばおさん、この本、こっちから別の場所に、ね、外しました。そういう可能性ありますでしょ。ね。で、私はたとえ自分で外してない。他の人は外しました。で、別の場所に置いてました。で、そのように、この本だけではなく、全部宇宙。本当先見ました。認識しましたけれども、突然その宇宙を消えました。消えましたから、じゃ次の質問が、どなたはそれを消えました。どなたですか。どこにあります？どこに外しました？アドゥーナイ、アドゥーナ、本当は先見ました。マヤディシタン、ナスティ、いなくなりました。キム、マダドブタン。マダドブタン、例えば何ですか？アドブタンの、私もアドブタなんですよね。そのアドブートがストレンジ。ね、みんな、例えばありますね。ストレ、英語で、strange. What it, how strange it is. How wonderful it is. Strange の日本語で何が普通は何ですか？これ翻訳はおかしい。ありますね、そのことをね。strange. He's a strange man. おかしい。その、例えばやり方がおかしい。言ってますね。いつも使って、言ってますね。Very strange person's strange way. ありますね。で、もう一つ言葉あります。多分ちょっと似ても、私ちょっとチェックしてますね。このディクショナリー。例えば、その時ちょっとストレンジ。そのことは使わないで、不思議使った方がどうですか？不思議。とても不思議なもそのことは使った方がいいではないですか？とっても不思議の経験です。変ではない。変とちょっとネガティブイメージです。あ、不思議はとてもとても特別。それは肯定的な意味です。とってもとても、ね、マハット、マハットが偉大な。その意味ではマハット。モハ、モハンありますね。モハ。そのことを使ってますでしょ。で、モハがある、モハンが偉大な。Then, how greatly it is this. だって不思議なものは、how great it is. そして、ニッビカルパ・サマーディにすぐ入るとき、ね、入るとき、その、が、駆動者のその経験です。皆さんわかりますか？ね、ニッビカルパ・サマーディに入るのとき、ね、すごい、それが、その全部認識したもの、例えば宇宙、周りものだけではなく、地球だけではなく、その宇宙全部、消えます。で、消えますから、本当はさっき見てますけれども、次の瞬間に全部消えました。で、消えましたから、駆動者のびっくり、とても不思議のこの経験で尋ねてました。どこに、どなた消えました？
どこに波住しています？どなた波住しています？どこに今あります？で、先見ましたけれども、今見えない。それはとてもとても不思議なものです。で、今は、本当は、ラモキシの諸外の中に、その種類経験の一つ、例あります。と、前後関係何ですか？と、シャミ・ビベカノンドは皆さん知ってますね。これ、セブン・セジェス。ね、7つ？セブン、7つ？何ですか？ 7 つ聖者？ OK、7つ聖者の一人はシャミ・ビベカノンドです。それがその7つ聖者は、仏の神よりのもっともっと偉大な存在ですね。これ生き物です。そして7つの聖者は、スラーム・クリシュの神様の化身。その神様の化身を現れてましたから、その神様のね、現れた、それで、その化身たて、スラーム・クリシュの、と何が、これ皆さんの、平安の道、幸せの道、悟りの道、導くためにスラームキシノは現れます。その仕事を助けるために、スワミ・ビベカノンドは、セブン・セジェスのある聖者は一緒に生まれた。スラームキシノね。その時生まれて、それがこれ、目的は、これ、シャミ・ビブカンドの生まれたね、その目的はそうです。ね、神様の、化身たとえ、スラーム・クリシュナのミッションですね。これ、それを助けるためにシャミ・ビブカンドも生まれました。ですけれども、これ、それの前の状態どうですか？そのセブンセージ、いつもニッビカルプ・シャマーディにずっと入ってます。ね、ニルビカルプサマーディにずっと入ってます。で、その状態から、ね、スラームキシュの頼みで、スラームキシュの頼んで、で、シャミビカの人間の形で、命で生まれたですね。その時の名前がノレンドラ。と、ノレンドラ、例えばシャミビカの本当の状態は、いつもニルビカルプサマーディに入っている状態です。ですから、ね、前のそれぐらい影響ですね。生まれた後、全然忘れた。私の本当の状態は、いつもニッビカルプサマーディに、いつも私はいる。その状態は全然忘れた。それが前の影響ですね。人間の形で生まれてましたから、前の影響では、セブンセージのワンセージも自分の本性を忘れてますですね。ですけれども、本当は忘れてない。忘れたみたいです。だん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 もちろん理解します。ですけれども、それのためにちょっと準備必要ですね。ゆっくりゆっくり準備して、で、最終的に自分の本性を理解できます。で、その準備の前ね、その準備の前、第2回、スワミ・ビベカノンドは、ノレンドラはその時、と、ドクシネッションに行きましたですね。と、第2に行くとき、ね。行くとき、そのとき、スラームクリシュナは、これ、シャミ・ビベカノンドは、スラームクリシュナ、シャミ・ビベカノンドの本当の本性の経験をあげたかった？経験の何、あげたかった？その、ね、目的で、例えば、ニッビカルプ・サマーディですね。で、スラームクリシュナは、ノレンドラナツに、ノレンドラナツに触りましたですね。触って、何が経験出ました、その時。ね。ちょっとその部分に読んでください。アケミさん。これ、ラムキシュナ初回からです。何ページ？
あた、え、ミュート、アンミュートしてください。はい、すいません。351ページです。はい。読んでください、その。はい。はい。私は、直ちに驚くべき経験をした。私の目は大きく見開かれて、部屋の中のものすべてが、壁も含めて、私の周りで急速に旋回しながら、遠ざかっていったのだ。そして同時に自分という意識が全宇宙と共に広大な一切を飲み込む虚空に姿を消していくかのように思われたのだった。です。比べてください。消すね。全員の周りと目の差を早く回ってですね。とっても早く回っていなくなる。それの中に自分もいます。自分の人格ですね。それが普通の意味で何ですか？なくなるの、普通のね、普通の考えますと、その状態を悪いわけいけないますと、例えば私も死にます。そして、シャミビベカン、本当は、その時、本当は準備はなかったですね。ニルビカルパ・サマーディのために、体の心の準備も必要です。その時、その準備はなかったです。から、シャミビベカン、とっても怖がって、あなた、私何をしますか？私のお母さんいる。私のお父さんいる。そして、どうして、何が私の、どうして私のその状態、ね、例えば、ね、あなたの立ちでその状態に入りましたから、どうしてあなたそうやりましたか？で、とっても怖がって、考えてください。セブンステージのワンステージですね。普通の状態はその方、普通はニッビコロサマーディに入っている、その状態、ですけれども、人間の形で現れますと、マヤの影響で、すべてを忘れて、普通の人間みたい、怖がって、で、って言いました。あなた何を私にしました？私のお母さんにいます。お父さんにいます。意味何ですか？もし私が亡くなりますと、お母さん、お父さん、とても気に、何か悲しいませんか？ そして、心配です。本当はこれ、ビベクチュラーモニーの経験の一緒ではないですか？ですね。全部その感じで、ね、ちょっと早く回って、消える。消えてます、消えてます。それ感じで面白いです。本当は一緒です。晴天のことを、本当は自分の経験のレコードですね。聖典が創造的ものではない。みんな悟った人の、ただシャンカラチャリ、悟った人の経験のレコードです。ね、創造的なものではないです。で、ニッビカルパ・サマーディの状態の時何が状態で何が経験でます？結構似てますでしょ？シャミビベカランで。シャミが怖がる。ですけど、準備なかったから怖がる。何、怖がって。そのこと言いましたから、そしてラームキシュはまたタッチして、またプッスの状態は戻りました。また宇宙は戻りました。前の、最初の前の周りの全部回ってましたけれど、みんな自分の場所に、ね、同じ自分の場所にね、でまた戻しましたですね。で、シャミビカナンド、とってもびっくりしました。何ですか？私の、今まで私はちょっと何がセルフコンフィデンス、自信ありました。私の心はとてもストロングです。ね。ビビカナンド、その、ね、とっても自信、セルフコンフィデンスありました。マイストロング、マインドイズベリーストロング。で、その方、だってその、クレイジープリストですね。ドクシネーションのクレイジー。頭おかしい。そのがプリスト。触って私ね、全員私の、これ何か人格をなくなっているみたいです。人格、パーソナリティがなくなっているみたいです。で、
で、ニッビカルプサマーディのですね、これが一つと似てます。で、次は、もうちょっとね、ニッビカルプサマーディ、そのトリアの状態は、次の、説の中に説明します。キムヘヨン、キムバーデヨン、キムアマン、キムアンニャット、キムビラクシャナム、アカンダーナンダ、ピューシャプルニ、ブラムハムハーラナベ。意味なんですか？キムヘヨン。例えばこの種類ものが良くない？面白くない？このものが面白い？大事？それから、何が、これ、放棄する必要です。何がもらうが必要です。それが別々、その種類、区別は、ね、区別、何、区別のことは、なくなります。で、なんで、それから、何ですか？もう一つ何ですか？あかんだ、あのんだ。そのしぶくま、ね。また別の何が状態出ます？が、しぶく。あ、そのしぶく何ですか？あかんだ。かんだ、あのんだ、あかんだ、あんだ、たんだ、何ですか？かんだ、あんだ、たんだ、あのんだは、あるとき、楽しみ。またそれを消える。あ、あかんだは、アンブロッケン。ブレックがない。ずっと続けている。それが意味です。あかんだ。わかる？ね、時々続けてます。時々続けてない。それがかんだ、アナンダ。あ、あかんだ、アナンダなんですか？いつも続けている。至福です。それがあかんだ、アナンダ。美容者ポルノ。ですね。比喩書なんですか？それの後へ何ですか？比喩書は、オムリト、ネクタル、甘露。甘露がいっぱい。あ、ポットが何ですか？どこにその甘露あります？モハ・アルナヴァ、アルナヴァ川は海です。モハ・アルナヴァが偉大な海です。モハ・アルナヴァ。で、モハ・アルナヴァですね。偉大な海の中に水はない。もう一度、please, I'm going to hold on. I will repeat, please. More, no go. アカンダ、ピユーシャポルナ、ブラマ、モハルナベ。たべ、オルノバは、さっき言いました、オルノバの意味は、海。サムドロ。モハルノバは、偉大な海。その海の中に、プツが何があります？塩辛い水？そうではないですか。ですけれども、そのオルノバ、何のオルノバ？ブラマンのオルノバ。ブラマ、モハルノバ。そう、ブラマンの偉大の海の中に塩辛い水はないんです。何があります？甘露あります。ネクタル。どうですか？イメージわかりました？え？ブラマモハールなど。とても面白いですね、そのイメージ。ね、プツは、例えば、顔の例を使ってない？川。だと、池。使わない。何が例を使っています？海。あ、その海は何ですか？偉大な海です。ね、ブラマンがそれぐらいです。ですけれども、本当はブラマンの例はないです。どうして？偉大な海ですけれども、それも限度ないですか？それも限度あります。で、ブラマンが無限ではないですか？ですけど、皆さんのイメージのためにその言葉を使っています。です。本当はブラマンの例はできないです。ないです。なので、ブラマンが永遠です。無限です。で、永遠と無限なものが一つでしょ？二つものがありますと無限になりませんです。
無限に、無限の、そのものは無限ではないんです。わかる？ There cannot be two infinities. 二つ無限、それは変ではないですか？無限がいつも一つだけです。そして、ブラマン、それがブラマンです。そして、海はそれを比べて、ブラマンも無限ではない。有限です。なので、例えば地球ですね。その地球は一つは、何ですか？これプラネットわかりますか？プラネット。もうちょえ？もうちょプラネット？千代子さん、何がプラネット？この地球は？惑星。惑星ですね。そうそう、私ちょっと。惑星。それを、その地球から出ますと、で、それが、なんで、その海も見えないです。その海は地球の中にあります。で、地球から出ます。例えば、スプートニック、ロケット。それが、海も見えないでしょ？例えば、スペース。球の中に、これが、海を見えないです。そして、その海も、有限なものです。ですけど、皆さんの、ちょっとイメージのためにだけは、モハールの偉大な海の例を使いました。ですね。そのブラマンモハールの。ですから、今、例えば先に言いましたね。これ、回るの先言いましたね。回るのもので、ね、自分の例えば我々の回るのものは、ずっとぐる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 、それは、で、その、あれは経験ありませんですか？例えば、めまい知ってますか？めまいの経験ありますか？めまいの経験の時、周りの全部その感じでではないですか？回ってませんか？で、待ってると無意識になりますと消えます。その種類経験と、ディッビカルポサマーディの経験が同じですか？ それを我々のとめ、だってめまいありますと、その経験があるの可能性ありますでしょ？周りの全部立てよう。ね。これ、回ってます。で、それが、それの後で最後、その次の状態はもって無意識になりますと、めまいね。めまいの後は無意識になって。で、全部消えますでしょ？で、その種類ものが回って消えますと、はニッビカルポサマーディの、本当、状態が同じですか？え？それ一つ。もう一つはマジシャン。マジック。マジシャンもその状態を作ることができます。だってあるものあれば突然見えないです。それもできますね、マジシャン。だその種類ものとニッビカルポサマーディが全然違う。何が違う？結果を見て結果を比べますとわかります。例えば、めまい、それが肉体の、これ一つ病気です。肉体的ものです。直しますと、またそのものが、何が本当は、状態が出ないんです。だけではなく、それの、これ、めまい、めまい、その、自分は回ってますから、これ直した後は、その人の心の変化は何もないでしょ？心の霊的なレベルと心のレベル、何も変化していない。で、ニッビカルポサマーディの状態の、入った後の状態は何ですか？何ですか？アカンドアーノンド。で、ブラマモハールノがピジューシャプールノです。So, to him、その種類悟った人、ニッビカルポサマーディの経験がある人、何ですか？何の経験出ます？ニッビカルポサマーディの、ニッビカルポサマーディの入った後、ね。ニッビカルポサマーディの状態、ね、入った後の状態のことを言ってます。何ですか？アカンドアランド。この至福は何ですか？ブロックン。ずーっと続けます。安定した至福です。だけではなく、それが無限です。
例えばその無限、例えばどれぐらい無限、先へおい、海の、ね、海の例を使います。その海は、何ですか、偉大な海、それの中に全部が甘露です。塩辛い水ではない。それぐらい、至福は溢れてます。オーバーフロインです。それで言葉で説明もできないです。ションカラチャリをその例を使ってちょっとイメージ出ますけれども、本当のイメージは自分の経験がなかったら、ネリビカルロソマネの経験がなかったら、説明も難しい、理解も難しい。無理です。難しいだけではない。無理。ですけれども、ションカラチャリをその状態のちょっとヒントのために、ちょっとイメージのためにその例を使いました。どうですか、皆さん？あ、わかりました？本当のどれぐらい至福？そしてニルビカルプサマーディ・スリラムクリシュナのおかげで、ね、スワミ・ビベカナンドは、そのニルビカルプサマー、前とニルビカルプサマーディの、ね、スリラムクリシュナは触ってニルビカルプサマーディのね、経験を上げたかったけれども、スワミビベカナンド準備はしませんでしたから怖かったですね。ですけど、そのスワミビベカナンド後は、何回もスラムクリシュナに頼みました。あなたは、ね、ニルビカルプサマーディの経験を上げてください、上げてください。と、スワミビベカナンド、スラムクリシュナは時々ティズングしてました。どうして、あなたは私はね、その時私をタッチして、その状態のあなた入るの、ね、私その状態を私はね、これはあなたの経験のために私をタッチしましたけれども、あなた怖がって、あなた何をしますと私に、私のお母さん、お父さん、あなた言ってなかった？どうして今頼んでます、私は。どうして私にどうして頼んでます？ニルビカルプサマーディ欲しい、ニルビカルプサマーディ欲しい。私は本当はその経験をあげたかったでしょ？前。その時、あなたは自分の怖がって、お母さんいます、お父さんいます、あなた何を私にしました？どうして今は頼んでますか？ちょ、結構ティズにしましたですね。スラムキシのシャミビューガンダに。ですけれども、シャミビューガンダに、それをお願い、お願いで、スラムキシの本庁で、コシープルガーデンハウスに、そのニッビーカルプサマーでスラムキシの入り、シャミビューガンダ入りました。入って分かりました。どれぐらい至福な状態です。分かりました。で、シャミビューガンダ自分の希望ですね、ホープ。希望ですね。いつもその状態に私は入りたい。ニッビカルプサマーディにずっとその状態に入りたい。ですけれども、時々生きるために、体のために、時々その状態から戻って、ちょっとご飯を食べて、またニッビカルプサマーディに入って、そのじゃ、入って、はい、入りたいんです。で、その時、サミビベカンドに、スラムクリシュナは敷かれました。あなたはニルビカルプサマーディにずっと入るのために生まれてなかったです。あなたの別の仕事あります。わかる？ニルビカルプサマーディにずっと入りますとその仕事はできません。その仕事は何ですか？皆さんに何ですか？幸せの道を導きする。ベダントの話は、例えば皆さんに、例えば西洋に行って、シカゴをね、向こうで講座もできませんでした、ラジオ上からのよう本もね、話もできませんでしたか、何もでき、すべてはできなくなります。そして、スラムクリシュナを敷かれて、何言いました？今は、ニッビカルプサマージのドーラ、どうですね。それ、例えば、ニッビカルプサマージこの部屋です。例えば。その部屋の、ドーラありますね。それは今、ロックします。わかるね。ロックわかりません？これ、鍵で閉めます。なぜなら、あなたずっとサマーディにもし、ずっと入りますと、私の仕事は、私の助けることは、ね、できません。そして、サミ・ビベカノンドは、
ですね。それが本当は全部コン、スラームキリストコントロールしていました。ね、ネビカルコ様、そのネビカルコ様でも、自分の努力でできないんです。モハーマヤは本当は、ゲダスの道路は開けないと、ニルビカルプのサマーディの部屋に入ることができないんです。なぜなら本当はどなたコントロールしています？モハーマヤです。と、これはスラムキシュナ、この、例えば今の前後関係で本当はスラムキシュナですね。コントロールしました。で、スラムキシュナですけれども、その経験、サミビを何回も何回も、そのニルビカルプ・サマーディの至福は、の経験のために何回も何回も、経験したかった、した、何回、したかったけれども、で、できませんでした。その後は多分2回ぐらい、ニルビカルプ・サマーディの、1回はヒマラヤ、もう1回がアメリカになると。ランダム、ランダム、ラジオだと思います。ロンドンのアメリカ。それの後は2回だけ、そのニルビカルプ・サマーディの、に入ります。ですけど、スラムクシュに言いました。私の仕事を終わったら、また私、あなたのニルビカルプ・サマーディの部屋の、これまた開けます。ですスラムクシュに言います。なぜ、いうことは、ニルビカルプ・サマーディの、例えばトリオの状態、同じでしょ？トリオの状態は何ですか？これ、ビベイク・チュラモニの483、それ483と484節の中に詳しくとはっきり書いてあります。お聞きはここまでですね。それ全部どうして言ってます？皆、ものの助けますから。ね、そのこと皆さんのもののしてくださいね。そのニルビカルサマーディの状態は何ですか？シャミビベカンのレイ、スラム、例えばションコラチャリアのその説。ね、それ全部もののために助けますから。それで私は説明しますね。OK、皆さんありがとうございました。お元気で。また次のクラスは何ですか？次のは 29日で29す。ですね。OK、皆さんありがとうございました。このままで。え？このままで。オンプールナマダ、プールナミダム、プールナート、プールナムダッチャテ、プールナッサ、プールナマダヤ、プールナミワワシシャテ、オンシャンティ、シャンティ、シャンティ、ハリオンタツァ、シリラムクリシナラパナマストゥ